アガタ・哲夫は、日本の実業家、JEDECT 代表取締役社長、中部経済連合会副会長、日本ベアリング工業会会長などを務めた。愛知県新首領市中売出身。1976年、一橋大学社会学部卒業、トヨタ自動車工業入社。大学では、空手部に所属。トヨタ自動車生産管理。 物流本部 BR 内政原下マネジメント室長、新車振興管理部長、生産管理部長、常務役員、本社工場長、環境部、グローバル生産企画部、生産管理部、新車振興管理部、サービスパーツ管理部担当、常務役員、トヨタモーターヨーロッパ担当、専務取締役、トヨタ自動食器顧問、トヨタ自動食器代表取締役副社長、 品質統括券自動車事業部、エンジン事業部、エレクトロニクス事業部、トヨタ営業部担当等を務めた。2013年、J テクト代表取締役社長に就任。不良資産の見直しなどの財務状況の整備や、社員の半数以上が外国人であることに対応した、グローバル人事管理システムの構築、海外法人での外国人の管理職への登用を進めた。 2013年文部科学大臣発明症例賞、実施功績賞受賞。2015年在大阪ルーマニア名誉領事館、名誉領事。2017年日本弁理士会会長賞、実施功績賞受賞。幼少時から山城巡りが趣味で、京竜区三河の定石保存活動にも携わった。2018年、豊田哲郎会長の下で、 中部経済連合会副会長に就任。また、豊田理科学研究所評議員、日本ベアリング工業会会長なども務めた。ありがとうございます。